薬師岳は、富山県富山市南東部に位置する標高2926メートルの山。剣岳、立山と並ぶ飛田山脈役山連峰の主要望である。山域は、中部山岳国立公園に指定されている。山頂には二等三角点が設定されている。店名は、薬師岳。所在地は、 富山県富山市大技アリミネアザナオカワタニワリ39、黒ベタニワリ国有林。駒ヶ岳同様、日本各地には薬師岳という名の山が多数ある。全国的に知名度が高く、その最高峰がこの薬師岳である。北アルプスの山で有数の非常に大きなどっしりとした気品のある山業である。東斜面には、 大規模な氷河地形の薬師岳建国軍があり、国の特別天然記念物に指定されている。立山などと同様に、薬師岳も山岳信仰の対象であり、阿弥陀浄土としての立山に対し、薬師岳はその名の通り、薬師如来の浄土として信仰を集めた。山頂には、この薬師如来を祀った小さな祠があり、道剣など、 数々の主源の宝具が見られる。アリミネダム完成により水没したかつてのアリミネ集落の住民らは、毎年6月15日に山頂へ投廃を行っていた。アリミネが廃村となると、アリミネ川の登山道が廃れ、登山ルートは縦山方面からの重装によるものが主流となったが、アリミネ林道が開通した後は再び、アリミネ川の登山路は徴用されるようになった。 古くから新婚の山とされていた。明治以前は、女人金星とされていた。金作谷カールと薬師岳薬師岳狩猟戦当面に、北から順に四つの建国が並ぶ。最寄りの登山口は、アリミネダム近く、西銀座ダイヤモンドコースの起点でもある折立であり、周辺の山小屋や薬師峠のキャンプ指定地を利用して、一泊二日で往復されることが多い。 立山連邦重曹時に、ここを通過することもある。NHK 総合テレビジョンの特別番組、夏の北アルプスアー絶景。運上のアドベンチャーにて、登山家の田部井子とアナウンサーの内尾の勝康が、立山からスタートして2009年7月28日に,薬に、薬師岳に登場、薬師学山村に宿泊した後にホタカだ至る。 北アルプス重曹登山の様子が放映された。太郎米平、薬師峠、薬師平周辺の登山道では、植物保護のために木道などが整備されている。毎年6月中旬に山開きが行われ、麓のハリ・タカシ商人造公園で安全祈願祭が行われ、薬師如来像を背負って登頂し、山頂の祠に安置される。 10月中旬の薬師岳閉山祭の際に薬師如来像は麓へ下る。山頂直下には愛知大学遭難事故の慰霊碑がある。山頂は岩が積み重なっており遮るものがなく北アルプスの大部分の山を見渡すことができる。すぐ北には北薬師岳と金作国カールが望める。各方面からは以下のような登頂ルートがある。 日本百名山及び花の百名山に選定されている。花の百名山では代表的な鉱山植物として木花シャクナゲなどを紹介している。薬師竹山荘スゴノリコシコやモヨの山小屋は山頂の南西直下にある薬師竹小屋で、最寄りのキャンプ指定地はその南西にある薬師峠である。キャンプ指定地には給水施設とトイレが設置されている。 三域は、中部山岳国立公園内にあるため、キャンプ指定地以外の爆影は禁止されている。薬師峠の南西に、太郎平小屋があり、NHK 総合テレビジョンのテレビ番組、小さな旅2004年9月5日の放送では、太郎平小屋の出来事や折り立からの、薬師岳登頂の様子が放映された。太郎平小屋では、シーズン中に、 日本医科大学の夏山診療所、太郎平子屋診療所が開設され、富山県警察の山岳警備員が常駐する。山頂直下南にある石像の避難小屋は荒廃して、使用できない。その他周辺には、医科の山小屋がある。薬師家周辺の登山道では、医科のような多くの鉱山植物が見られる。リッリツからの同調ルート上にある太郎米平は新。 花の百名山に選定され、田中澄江の著書で、水場蕉と、虫鳥みれなどが紹介された。黒部川源流部と黒部五郎岳、富山平野川から見た立山連峰を、右に、薬師学山町の北側約 1km 地点には、北薬師岳のピークがあり、南西、約 2km 地点には、大きなケルンがある薬師平、南西、 約2 5トル地点には、薬師峠がある。以下の源流となる河川は、日本海へ流れる。薬師峠が、岩井谷と、薬師拓馬田との分水嶺となっている。ありがとうございます。